創氏三十五代当主、宗武氏宗武氏は、日本の英語学者、詩人。尺位は白尺。旧姓は黒労だ。麗卓大学名誉教授。利用家、特栄大主の夫。貴族院議員、麗卓大学学館、学校法人、広池学園上無理事などを歴任した。ウェディング姿の妻。 徳江と東京府東京市四谷区天間町市に一丁目にいて、父、黒田和史、母、五の場主として生まれる。母の実家である黒田家は、和佐久留里藩の旧藩主の家柄。父和史は、津島藩の旧藩主、総重政の実定で、貴族院議員を務めていた。1934年に、エチオピア帝国皇帝。 ハイレセラシエ一世の親やらやアベベ皇太子が日本人妻を公募した際、非候補として手を挙げた黒田雅子は、武けの命に当たる。四谷第一尋上小学校から全寮制の日本、再美学校を経て、1917年に父親が亡くなったことにより、1918年に父の故郷津島に渡り伊豆原尋上高等小学校に転じる。 1920年、津島中学校に入学。在学中、1923年3月に、叔父・重政の子、十文が死去し、死死不在のため、同年10月に、宗家の家督を継ぎ、第37代当主となる。1925年3月に、津島中学校を卒業して、東京に戻り、同年4月、学習院高等科に入学。 在学中、北原白州に入門。1928年、東京帝国大学文学部英文化に入学。市川三喜や斎藤をいに、指示。1931年3月に卒業。同年、高僧の娘、徳江王子と結婚。1932年、広池竹郎の道徳科学の功績に参加。1935年、 道徳科学専攻塾の解説に際し広池の招兵を受けて講師となり道徳科学の講義を担当。1936年から道徳科学専攻塾本科の英語を担当しつつ、同年、東大大学院に入学し、市川三期の下で現代英語を研究。1939年、道大学院に修了。1940年、 道徳科学専攻塾講師を辞任。以後、自宅において、英会話作文、ラテン語、ギリシア語、イタリア語などを学んだ。1944年、内閣情報局事務職宅となり、総裁官房専時資料室、第二課で、英文は約20字。1945年7月、二等兵として、 招集を受け陸軍独立第37大隊に入隊し、柏詞は83部隊に転属。戦後、1946年6月の貴族院、白爵議員補欠選挙にて、貴族院議員に選出される。1947年5月3日、日本国憲法施行に伴い爵位を創出。以後、霊卓大学教授、同外国語学部長、学官を歴任。 1978年、名誉教授となる。この間、1963年には、学校法人、広池学園理事、財団法人道徳科学研究所理事、1970年には、学校法人、広池学園上無理事に就任。生涯を通して、試作と絵画に打ち込み、1975年には、詩詩詩電を主催相にした。 霊卓大学の校歌の作詞も担当した。また、同大学とその母体である、学校法人、広池学園がある光が丘の地名は、霊卓短期大学学館だった武士が、ニットベイナゾウの言葉、東方の光にちなんで命名したもの。1978年には、津島の創家文庫の長崎県立津島、歴史民族資料館への永久帰宅を許諾した。 この交渉時に、文庫の資料は、津島のものなので、津島にあげるが、県にやるのではない。自分がもらう分もあるでしょうと述べたという。絵も描くたけしは自作の油絵、朝地の海も同館に寄贈した。1983年には、同資料館の開館5周年記念式典に出席し、津島の文化についての講演をした。総計文書は、 現在国内外7カ所で収蔵されているが、同資料館には約8万点が所蔵されている。1931年、長崎県下賀田伊豆原町にて、李徳栄と1931年5月、両家当主徳寿宮、ト氏大博士の娘李徳栄と結婚。徳栄は1932年8月14日に、長女マサを出産するが、数年後、 少女期には、症候状態にあった、先天性精神、知能疾患を再発。病状は悪化の一途をたどり、1955年6月に、徳江の実家の養成により、徳江と離婚した。また、正江も日本人、鈴木のぼるを婿に迎えるが、1956年に、自殺を目的に失踪した。1955年秋に、日本人の勝村義恵と再婚して、 千葉県柏市の広池学園の教員宿舎に移住。吉江との間には、長男立人、次女秋、次男中生が生まれた。徳江姫と結婚後、津島島民によって、伊豆原八幡宮神社前の広場に、結婚奉祝記念碑が建てられたが、後年、資料館設立の木に来島した、武氏の希望で撤去された。しかし、 日韓降臨促進を理由に、2001年に津島と韓国の両方で、記念碑復元実行委員会が発足し、旧金岩木庭園の近くに新たに、利用家、総白尺家ご結婚方式記念碑が建立された。遠隔杉並区立歳尾養護学校、高科霊卓大学、広池学園の霊卓教育、モラロジーの人づくり、間野義人、広池学園出版部、 1985P27 ハット AB 総家文庫収蔵までの経緯、津島歴史民族資料館法31号、平成20年3月1日朝時。東東津島歴史民族資料館法25号、平成14年3月1日。遠隔長崎県津島歴史研究センター、長崎県立津島歴史民族資料館、長崎県文化振興課。 そう、中間モラロジー道徳教育財団、地に形なく、松本健一、川出処房新社、1991年、P142 代12会場下町、伊豆原をめぐる長崎県文化振興課。ありがとうございます。